こんにちは、受験情報チャンネルのブラック先生です。今日取り上げるのは浦和高校です。昨日から始めた、お話ですけれども、ボーダーの最終予想をしていこうと思います。元になる資料として、こちらが去年の、令和4年度ですねの平均点です。で、平均点の平均なので、ぴったり合ってるっていうことは言えない部分がありますけれども、合計点の平均点で271点ぐらい、要は去年と変わらずぐらいを予想しています。で、国語は、平均点がここのところ高かったので、下がり傾向じゃないかな、軟化傾向じゃないのかなと予想しています。で、数学は、去年42点っていう数字になってしまったので、数学はもうちょっと取りやすくなるよねっていうところを予想していて、行ってこいで、去年並みの平均点になるんじゃないのかなという予想をしています。で、今日取り上げる、県立の浦和高校、一審の資料で出てくるここから可能圏っていうところが、偏差値69、内申40っていうところになってきます。で、プラス、倍率を、見ています。去年の倍率が浦和高校 1.26 倍、こちらの倍率が、そのまま、反映されたとしてどんな感じになることが見えてくるのっていう形で考えています。で、平均点が271点、標準偏差が 97.75、 このぐらいを予想しています。ですので、平均点がこれより上がる、あるいは下がる、あるいは標準偏差、ばらつきですね、ばらつきが広がる、狭まる等々の要因でブレが出てくると思いますので、ブレを考慮してのお話になります。で、左側の数字が、これ以上取れてれば合格が見えてくるよね、いい勝負ができるよねっていうラインになります。浦和高校だと、オール5というところが取れてれば、嬉しいところではあるかと思うんですけれども、男子校というところを考えると内申点ちょっと低めな子もいるんじゃないのかなというところで、42から40ぐらい、この辺のお子さんが一番受験層としては多いんじゃないのかなって考えています。で、そうすると合格の可能性だいぶ見えてくるラインっていうのがこの辺ですね。420点台の後半から430点を除くような形の点数が取れていれば、いい勝負ができるんじゃないのかなっていう予想を立てています。で、平均点が上がったり下がったり、あるいは標準偏差がブレたりブレなかったり、あるいは、倍率が上がったり下がったりっていうところで、ブレがあるとしても、これ以下はもうお話にならないよねっていうラインが、385点ぐらいになるんじゃないのかなと思っています。ですので400点は確実に取らないと、ちょっと、なんていうんですか、合格発表を楽しみに待つっていう形にはならないと思いますので、420点ぐらいは確実に取れる実力で、さらにそこからどれだけ上積みできるのかっていう勝負になってくると思います。明日以降はですね、これで県立の浦和高校、大宮高校の普通科をやりましたので、明日は浦和第一女子、浦和一女をやっていこうと思います。ぜひチャンネル登録して、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。